厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日は2024年に生誕200年を迎えるチェコの作曲家スメタナの代表作ブルタバ・モルダウを解説します。ブルタバとはどんな曲なのでしょうか。またこの曲を作ったスメタナという作曲家はどんな人物なのでしょうか。実際に曲を聴きながら一緒に見ていきましょう。ブルタバ・モルダウという曲は連作交響詩我が祖国の中の一つです。交響詩というのは詩的または絵画的な内容を表現したオーケストラ曲のことです。つまり物語や風景などを音楽で表現した曲ということですね。作曲家のスメタナがこの連作交響詩我が祖国で表現したのはチェコの歴史や伝説、自然でした。スメタナは祖国チェコに伝わる伝説や象徴的な自然を表現する6つの交響詩を作り、それをまとめて我が祖国という名の連作交響詩としました。今流れている交響詩ブルタバ・モルダウはこの連作交響詩我が祖国の第2曲にあたる曲で、チェコで最も長い川ブルタバ川を表現しています。ブルタバ川はチェコの首都プラハを流れるチェコという国を象徴する川です。チェコの人々にとってのブルタバ川は日本人にとっての富士山のような存在ですね。この曲はブルタバ川の源流がチェコの各地を流れ別の川に合流するまでを描いています。ここからブルタバを場面ごとにじっくり聴いてみましょう。ブルタバ川は森にある2つの水源を源流としています。まず1つ目の源流が雪解けによって生まれます。フルートが水の流れを表現し、ハープやバイオリンのピチカートという弦を弾く音が、岩に当たって飛んだ水しぶきが木漏れ日に照らされてきらめく様子を表現しています。それでは冒頭から聞いてみましょう。水は2つ目の水源に合流します。2つ目の源流を表すクラリネットの音色が聞こえます。水量が増し、徐々に川のうねりが生まれる様子をオーケストラが表現します。ブルタバ川の誕生です。より大きな川になってきました。ブルタバ川が流れている森では狩猟が行われていました。狩りを知らせるホルンの音色が響きます。
ブルタバ川が森を抜けると、とある農村が見えてきました。農村では結婚式が行われているようです。村の人々たちは陽気にダンスを踊っています。さて夜が更けてきたようです。あたりは暗く静まり返り、月の光が水面を美しく照らします。ファゴットやオーボエの豊かな音色に誘われるように水の精が現れ、ブルタバ川は幻想的な美しさを見せてくれます。空が白んできたようです。遠くからトロンボーンやチューバの音色が聞こえてきます。トランペットが朝の訪れを告げ、ブルタバ川はまたゆったりと流れます。
ブルタバ川は突然急流になります。勢いを増して激しく水しぶきが上がる様子をシンバルが表現しています。過ぎてブルタバ川は首都プラハに流れ着きました。ブルタバ川はプラハの歴史的な古城ビシェフラドを仰ぎ見ます。祖国の栄光を称える輝かしさがオーケストラ全体で表現されます。そしてチェコが未来に向けて歩みを進めていくようにプラハを雄大に流れるブルタバ川を見送って曲が終わります。この曲を作曲した人物はチェコの作曲家ベドルジハ・スメタナです。スメタナは1824年現在のチェコ当時のオーストリア帝国内のボヘミア王国にあるリトミシュルという町に生まれました。ボヘミア王国の歴史はとても複雑ですが、スメタナが生まれるおよそ200年前に大きな出来事がありました。1617年神聖ローマ帝国の皇帝がフェルディナント2世をボヘミア王に指名したのです。熱心なカトリック教徒のフェルディナント2世は異教徒を弾圧していたため、ボヘミアのプロテスタントたちはこれに猛抗議します。そして翌年、国王の使者をプラハ城の窓から投げ落とすという事件を起こし、プロテスタントのフリードリヒ5世をボヘミア王に迎えたのです。神聖ローマ帝国のハプスブルク家はこれを帝国への反乱とみなし、事態は戦争へと発展します。そして1620年にワイセンベルクの戦い、通称白山の戦いでボヘミア側が大敗を喫したことで、ボヘミア王国に対するハプスブルク家の支配はより厳しいものとなっていきました。行政や高等教育など公式の場ではチェコ語ではなくドイツ語が使われるようになり、スメタナも幼い頃からドイツ語を話していました。スメタナには天才的な音楽の才能があり、学校を卒業後音楽家の道を進みますが、愛する祖国チェコではなかなか評価されませんでした。そこでオファーがあったスウェーデンのゲーテボルクに渡り音楽活動をします。
指揮者として活躍し注目の音楽家となるのですが、4年半が経ちチェコに戻ったスメタナを待っていたのは祖国からの冷たい視線でした。ゲーテボルクにいた4年半でプラハは大きく変わっていたのです。チェコの国民新聞が発行され、チェコ語の歌を歌う合唱団が創設され、チェコ創作オペラコンクールも設立されていました。そしてチェコ語も復活し、政治家や文化人たちもチェコ語を話していました。しかしドイツ語で教育を受けてきたスメタナはチェコ語をうまく話せませんでした。しかもプラハを離れていたことで祖国からどこか白い目で見られたのです。新しくできた仮劇場の指揮者のポジションもマイールというライバルが勝ち取りました。しかしスメタナは持ち前の才能と努力で43歳でついにマイールを退け、仮劇場の指揮者となります。スメタナはオーケストラの音楽レベルを高め、観客たちを魅了しました。翌年にはチェコ人の悲願だった国民劇場の提訴式が行われ、スメタナの合唱曲やオペラが上演されました。しかしこれをよく思わなかったのがスメタナを敵視するマイール一派でした。彼らは様々な陰謀を企て、あらゆる手で妨害を試み、スメタナ批判を執拗に続けました。そして50歳で音楽家の命ともいえる耳が両耳とも全く聞こえない状態になってしまったのです。指揮者のポジションもマイールに戻ることになりました。こうして耳が聞こえなくなったスメタナが書き上げたのが、今日ご紹介したブルタバを含む連作交響詩我が祖国でした。51歳の3月、連作交響詩我が祖国の第1曲ビシェフラドが初演されると、何度もアンコールを求められる大成功となりました。続いて4月にはスメタナの治療費のためのコンサートの中で第2曲ブルタバが初演されました。ブルタバはビシェフラドを超える大熱狂となりました。演奏が終わると会場は大歓声に包まれ、熱狂した聴衆たちがスメタナをステージに担ぎ上げ、スメタナの名前を連呼していました。その熱狂は耳が聞こえないスメタナにも十分伝わり、スメタナは涙を流したそうです。しかしマイール一派はこの状況でもスメタナに妨害を続け、スメタナへの給料の支払いをわざと遅らせていました。スメタナは経済的にも苦しくなり、家賃も払えなくなってしまい、プラハを離れることになってしまったのです。その後もスメタナはチェコを代表する音楽家として活動を続けますが、還暦を迎えた頃発作を起こし狂躁状態になって暴れ始めます。自宅での看病は難しく、スメタナは精神病院に入院することになりました。ベッドだけが置かれた個室でスメタナは歩き回り、何時間も叫び続けたそうです。そして入院から3週間後の1884年5月12日、スメタナは発作で狂乱状態の中、60年の激動の人生に幕を下ろしました。スメタナの葬列には何千人もの人が参列し、スメタナとの別れを惜しんだそうです。ぜひここで動画を巻き戻して、ブルタバを最初から聞いてみてください。スメタナの祖国や音楽への思いが皆さんにどのように伝わるでしょうか。またスメタナの人生やブルタバ以外の名曲についてはこちらの動画スメタナ生涯と名曲で詳しく解説しています。気になった方はぜひご覧ください。ここまでブルタバモルダウを紹介してきましたが、いかがでしたか。今日の動画をお楽しみいただけた方はぜひグッドボタンで教えてください。感想はコメントでお待ちしています。こうした曲解説の動画はこれまでベートーベンの交響曲第9番シベリウスの交響詩フィンランディア、シューベルトの歌曲魔王、そしてビバルディのバイオリン協奏曲四季など様々な名曲を取り上げてきました。概要欄に曲解説シリーズの再生リストを載せていますので、まだ見ていないものがある方はぜひご覧ください。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに、毎週金曜日の夜8時クラシック音楽を楽しむ入り口になるような動画を配信しています。有名な作曲家の人生と代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、コンサートホールや有名曲のご紹介などをしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして、一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラビー。